皆さんこんにちは、賃貸の先の中島です。本日私は木津川市木津宮の堀にございます一戸建ての賃貸物件にやってまいりました。まずはこのキッチンスペースなんですが、とても広々としたダイニングキッチンスペースとなっております。キッチンもコンロもしっかりとございますし、調理スペースもしっかりと確保されております。シンクも2つあるという形になりますので、とても広々としたキッチンスペースとなっております。収納スペースはこのように上のスペースや、そして下にもですね、しっかりと収納スペースがございますのでご安心ください。冷蔵庫などもこちらに置いていただくスペースもございます。そしてこちらのキッチンスペースを出ていただきますと、このように広々とした玄関スペースになっております。玄関スペース、靴の多い方もご安心いただけるぐらいの広さがございます。その隣にはとても広々とした和室がございます。まずは一つ目の和室、この和室もですね、南からの暖かい日差しが入ってくる南向きのお部屋となっております。またこのように窓が多いので明るいお部屋となっているんですが、窓を開けていただくと広々とした家をぐるっと囲むような広いお庭がございますので、お庭もとても広々とございます。小さいお子様がいらっしゃる方もですね、安心して遊んでいただけるスペースがございます。またこの隣にもですね、広々とした和室がございます。このように床の間もしっかりとございますし、このように収納スペースもしっかりとございます。そしてこちら出ていただきますと、奥には水回りがございます。まずはこの一つ目の扉を開けますと、このようにお手洗いとなっております。そしてこちらを開けますとお風呂場ですね。まずは奥のお風呂場から、お風呂はこのようにですね、しっかりとしたお風呂となっておりまして、シャワーもしっかりとございます。そして室内洗濯機置き場、人気のシャンプードレッサーとございます。この物件は一戸建てで、階段を上ると2階がございますので、2階の部屋をご紹介したいと思います。このようにですね、階段も大きくございますし、明かり取りの窓もございますので、明るい雰囲気となっております。それではまず一つ目の和室からご紹介いたします。このお部屋もですね、南側にも窓がございますので明るいお部屋となっております。寝室としてもぴったりのお部屋となっております。収納スペースはこのように間口の大きな押し入れがございまして、天袋も上にございますので収納力も豊富となっております。そして反対側のこの窓を開けますと、このように広々としたバルコニースペースがございますので、お布団やお洗濯物などもしっかりと干していただけます。またこのようにですね、1階と2階それぞれに雨戸がございますので、閉めていただければ夜眠るとき、お出かけの際なども安心していただけます。そしてあと2つお部屋がございます。お部屋を出ていただきまして、このお部屋 4.5 畳の和室になっているんですが、こちらもですね、お子様の子供部屋にもぴったりのお部屋となっております。収納スペースはこのようにですね、またこのように大きな押し入れがございますので、上にも天袋がございますので収納力もバッチリです。最後は洋室です。このように広々とした洋室となっておりますし、南側からの暖かい日差しが入ってくる明るいお部屋となっております。先ほどの広々としたバルコニースペース、こちらの窓からも出ていただくことができますので、ご安心くださいね。いかがでしたか？これだけ広々とした一戸建ての賃貸物件、気になるのはやはり賃貸条件ですよね。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心賃貸の先のスタッフは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。